はい、こんにちは、こんばんは。今日はCore i7-860 第一世代の i7 ですね、こちらでサブ PC の方をね組み直しましたので、その紹介をしていこうと思います。もともとこの CPU 息子のパソコンに入ってたんですけども、息子のパソコンの方をちょっとアップグレードしましたので、まあ、余ったこちらを私のサブ PC ですね。当時、Core2 Quad の Q9450 ですか。こちらが入ってたんですけどもね。これを、この i7-860 に変えていこうと思います。この CPU の仕様は4コア8スレッド。で、プロセッサーのベース動作周波数が 2.8GHz で、ターボブースト利用時の最大周波数は 3.46GHz となっています。最近の新しいね CPU なんかは12コア20スレッドとかねなってますけどもね、私が今まで使っていたのがね4コア4スレッドだったんで、ちょっとアップグレードということになります。マザーボードの方はASUS の P7P55D-E EVO ということになっています。マザーボードの主な仕様としては、チップセットがインテルの P55、それからソケットは1156ですね。で、PCIe はジェネレーション2と。で、さらに SATA の 6GB ソケットがね、ついてたり、USB 3.0 がついていたるとね、当時としては、かなり高級なマザーボードだったんではないかなと思います。その他のパーツとしては、ケース、電源は流用、DVD、ドライブ流用、SSD、HDD、これも流用ですね。で、メモリだけは DDR3 をつけないといけないので、手元にあった DDR3、133、4ギガを4枚取り付けていきます。はい、ということで、組み立て完成となります。グラフィックボードは、GeForce の GTX960、それから CPU のクーラーは、昔購入した、ちょっとメーカーとかわからないんですけども、ちょっとデカめの CPU クーラーとなります。はい、それでは、ベンチマークの方ね見ていこうと思いますけども、このマザーボードあらかじめ組み込んだねオーバークロックの設定がありますので、そちらを利用していこうと思います。で、使えるのはオート、それから 2.93GB、 3.06GB で、最後に 3.36GB となっています。 2.93GB はi7 の870と、同じぐらいになるという意味かなと思いますけども、あとの2つはクレイジーということでね、やらない方がいいという意味合いなのかなと思いますけども、ちなみにオート、このままでも 2.9 ぐらいはいってしまうので、多分オートでこの 2.93GB の設定になるのではないかと思いますので、2.93GB は省いてやっていきます。まず設定をオートにしてシネベンチ R23 をやってみました。で、マルチの方が2423、それからシングルの方が516ということでね、ちょっと物足りないという感じは否めないというかね、先日購入した Core i5-3570、こちらの方はマルチが2700ぐらい、いきますしね、シングルも700超えてきますので、ちょっとやっぱ寂しいといえば寂しいですね。続いては FF14 ベンチマークですね。1920×1080 高画質デスクトップ PC ウィンドウモード、こちらでやってみました。結果は7317ということでね、やや快適となってますけども、
これはグラフィックボードでね、全然変わってくるんで、まあ参考程度ということになります。続いて、クレイジーの 3.06GB ですね。BIOS の設定はこんな感じでやってあります。倍率は22倍ということでね、オートと同じ倍率にしてあります。で、結果としては、マルチが2653、シングルが560ということでね、まあ、両方とも数字は上がってきました。マルチの方は、まあ、結構ね、コア i5 の3570に近づいてきてるかなという感じですけどもね、まあ、やっぱシングルは元がね、元だけに、まあ、なかなか難しいかなという感じですね。FF14 ベンチマークは7495ということで、少し上がりましたね。まあ、シネベンチほどの上昇はないんですけども、まあ、多少は影響があるのかなと思います。ちなみに、ここまでの CPU の最大温度は、オートで67度、それから 3.06GB で83度でした。まあ、この数字から言えば、もうちょっと、まあ、80は切りたいかなと思うんで、まあ、常用するなら、まあ、ここからさらに少しずつ下げてね、まあ、温度がまあ70度、まあ、75度ぐらいまでですかね。で、収まる範囲がいいのではないかと思います。はい、ということで最後、クレイジー 3.36GB ですね。設定すると、倍率が21倍になってしまうんで、これは手動で22倍に変えてあります。そこからベースクロックは 160MHz となってますね。はい。はい、ということでね、起動しませんでした。まあ、倍率がやっぱり22倍だとね、ターボブーストのクロックをね、超えてきてしまうんでね、まあ、ちょっと難しいのかもわかりません。まあ、あとはまあね、もしやるんであれば146、先ほどね、からまあ、少しずつ上げていくかなというところですけども、今回はここで終わりといたします。と思ったのですが、実はこの時にディスクマークで、SSD の速度を測っておりました。6ギガのソケットにつないだ SSD なんですけども、おかしいですよね、これね。まあ、普通、まあ、500ぐらいリードは行くんではないと思うんですけども、なんとも驚きの 203.93MBps ということになっています。これね、まあ、ポートを変えて、普通の SATA にポート、3ギガのポートですね、こちらにつなぐとこんな感じになります。こちらは SATA2 のまあ、3ギガのポートなんで、まあ、無難な数字ではないかなと思いますけどもね。まあ、先ほどのは何なんでしょうね。マーベルのポート、ちょっとおかしいですよね。ということで、調べてみました。で、見つかったのが、BIOS 設定の、この、ツールズのところになります。IO レベルアップですかね。ということなんですけども、まあ、この設定を無効にしておくと、PCIe のペケ16はそのまま有効なんですけども、まあ、USB 3.0 か SATA の 6GB を選ぶと PCIe ペケ16かペケ8モードになると。いうことでした。いや、これどっちか選べっていうことですよね。まあ、どっちか選べって言われても選びたくないですよね。まあ、それでも SATA をね、6ギガにしてどのぐらいのスピードになるのかちょっと確認してみたかったんでね、一応設定を変えてやってみました。結果がご覧の通りです。まあ、早くはなりましたけどね。まあ、それでも392リードね、メガバイトパーセカンドということで、6ギガのポートにしては、
遅いですよね。まあマーベルさんはなんか遅いっていうようなね、こともね、ググってるうちに見たんでね、まあこんなもんなのかなと思いますけどもね。まあこれやると当然 PCIe がペケ8になるということなので、まあ再びね、先ほどの IO レベルアップを無効にして、まあグラボ優先という設定に戻したんですけども、まあなんか釈然としないんでね。まあ現状でもね、快適って言えば快適なんですけどもね、グレードアップを決めました。でまあもうすでにね、新しいね、PC 組み上がってるんですけども、なんていうんですかね、またこれがね、いろいろと問題が発生しましてね、まあそれについてはまた次回のお話としたいと思います。ということでね、今日は長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。ではまたね、今度は、グレードアップ版のご紹介ということでね、動画の方を出していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。では、さようなら。